ています。実は去年のバンビの部の決勝、2年生同士で当たった2人がその決勝第1ゲーム、向こう側が吉山、手前が松島ですか。3年生同士のこの決勝ですが、いやなかなか年の差っていうのは体格とかいろんな意味で大きな差になるんですけれども、3年生同士の決勝ということでちょっと驚きますよね。はい、はい、やはりバンビよりもさらにその球に威力があるという感じですね。はい、向こう側が松島、手前が吉山、ともに3年生、そしてともにサウスポーです。がとても上手な選手ですね。サービスもこれ分かりにくいです体ですけど、体全身をうまく使って、はい、スイングしているので、ボールもすごい走ってます。4対2となったところで吉山の方がタイムアウトを取りました。吉山のリードを許しています。けども、松島選手の方がこうサーブからこういい展開に持ち込んでいる感じがします。魅力があります。7対2、思い切ってともにこのレベルになるともうサーブもいいサーブも打ってきますね。そうです、取りたいという気持ちだと思います。はい、ポイント9対2、持ち上げる理由がある。回り込んだ、カウンター、はい、まあ、将来日本の卓球界もそういう意味では楽しめます。回り込んだ、あ、これポイント10対6、3球目攻撃、これは威力がありますね。なかなかブロックするのは難しくなって、はい、コース取りもしっかりしてるんですよね。これ相手がなかなか反応しにくいコースに狙ってますし、なりました、はい、さあ第3ゲームです。これはこの、はい、今まで2年間そしてこの今年の大会もここまで全く一つのゲームも失ってないんですよね。そうなの、それを意識してるんですかね。いや、すごいですね。浮かした、今の3球目のコース取りもいかがでしょうか。いや、いいと思います。その前にやはり、いろいろな回転のサーブ出してますから、はい、フリック、おー、バックハンド、ここまでだと、これも3球目、いやーすごいですね。ここまで高い打点で、はい、両サイドに、うわー見事なブロック、小さいので、はい、先にこう反応したりだとか、はい、動けるってすごいこう大きなポイントになるんですけど、山8対5払ってきた、今のも大丈夫で、はい、この年齢からこうしっかり大丈夫プレーを質を上げていくっていうことはすごく大切になると思います。はい、ロングサーブ、さあ松島1ゲームも失わずにチャンピオンシップポイント入ってる、あー、わずかにオーバー、簡単には取らせません。バックハンドポイント、あー、最後はネットにかかりました。松島1ゲームも失わ、今後楽しみな選手ですね。3連覇達成おめでとうございます。ありがとうございます。君は将来どんな大会に出たいですか。オリンピック、オリンピック出たい、オリンピック目指して頑張ってください。